来年3月の最後の日まで各地の愛人の活動を思いっきりしていただきたいと思います。そしてその思いを熱会場にいる知念の皆さんしっかりと受け止めてさらなる発展をお願いしたい。各地でそんな愛人をどんどん作っていただきたい、そんな活動をしていただきたいというふうに思います。皆さんの活躍を、そして皆さんの企業の発展を、そして皆様の愛する家族のより良き未来をご祈念申し上げて乾杯をしたいというふうに思います。こういう高らかに乾杯をしたいと思います。ご賞味ございます。乾杯。ありがとうございます。